ミステリー、こんばんは、おばちゃんです。 T2 さんからね、スエズ運河とあとハブ、これをツイッターとか SNS で調べてみるってね、連絡来たのに。え、スエズ運河無視するってことはハブ、え、何それ。意味がちょっとわかんないんだけど。でね、おばちゃん、ちょっと調べてみたらね、変なのが出てきたのよ。何これ。スエズ運河はどうやらスカイファイバーケーブルのハブ拠点だったことが判明。よく言われてるヤバいことの摘発だけでなく、ユーラシア・アフリカ大陸のネット遮断で緊急放送の下準備も。あ、そっちのハブ？あ、いや、知ってたわよ。光ファイバーのケーブルのハブがあったとこでしょ？それから、いや、それ、これをさ、知らなかったら、ニュースとか政治系動画とか上げれないわよ。うん、おばちゃん、これがごめんなさい。え、そうなの？あ、ここって光ケーブル、まあ、みんなが使ってるインターネットの、まあ、重要な場所ってことなんでしょ。それで、ここでさ、事故が起こった原因は、強風とか、あと、あれ、強雨がいっぱい降って、雑草しちゃったんですよ。ごめんなさい。うん、強雨よ。自然災害で雑草してしまったっていう見方と、あと、YouTube に怒られそうなことが起こってたと。そのね、見方が今、いろいろな人たちの間で今、語り合って、ね、SNS とかで。で、まあ、このツイート上げた人も、これ面白かったんだけど、この人のツイートに対してアホ臭ってね、返信してきた人がいるのね。したらさ、いや、口臭そう聞くよ。そう。いや、まあ、気持ちはわかる。自分が、まあ、ツイートしたこと何も調べずにさ、ね、アホ臭とかさ、デマだろうとか言う人に、これ聞くね。みんなもなんか、ツイートした時になんかさ、変なこと言ってきた人に、これ言ってみたら、多分聞くと思うよ。でも、こうやって見ると、あれ、ユーロから、アフリカ？アジア？日本入ってんじゃん。これ、ストップしちゃったらどうすんの？おばちゃんが楽しみにしてる YouTube のお味噌チャンネル見れなくなっちゃうよ。え、あと、何？兄じゃ、弟じゃ、どうすんのよ。おばちゃん困っちゃう。ね、母さんのさ、あの骨組みあるじゃん。あれ、ベランダに出してても見れないかしら。ブリ？それブリですか？いつの時代だよって。いつの時代でも見えないわよ。母さんの骨では見れない。おばちゃんさ、ちょっと話変わっちゃうんだけど、偶然のさ、一致ってさ、信じれないのよ。あまりにもさ、偶然の一致っていうのは。おばちゃんのさ、住んでるところの商店街でさ、福引きあんのね。そこ、なんか、3年連続、男の子がね、1位を獲得したのよ。わ、みんなすごいわね、運がいいわねって言ってたんだけど、おばちゃんなんかおかしいなと思ってさ、友達とかでいろいろ話してたら、その福引きやってる町内会の会長の息子だってことが分かったのよ。でもそれどっかから漏れて、いや、おばちゃんじゃないよ。漏らしたの、うん。どっかから漏れて、なんかすごい問題になった時があったのに、今から何年前だろう。20年ぐらい以上前かな。おばちゃんはまあ、その当時住んでたところの、隣の木口さんだと思ってる。木口さん、いろんなとこでさ、拡散してたから。
1994年のシンプソンズ、もう予言を的中させることで有名だと言われてるんですよ、このアニメ。これも、なんか放送の中で、スエズ運河の座礁を予期したんだって。だってもう、エヴァーグリーンで行っちゃってるもん。もう行っちゃってるでしょ。座礁したコンテナ船の大きく書かれたエヴァーグリーンは、シークレットサービスがヒラリー・クリントン元国務長官を呼ぶ際のコードネームと同じ。あ、これはね、こんな偶然とある？ちょっとそれ、ちょっと考えづらいでしょ？あまりにもさ、ね、だってこの、なんていうの？流れてる川の部分もさ、マルキーに似てんじゃん。いや、これはね、まるでここで何が起こるかを知ってたようなもんじゃないのよ。ねえ。ねえ、シンプソンズって、何？商店街の会長の息子なの？それで3月19日、成人河の手前で、サウジアラビアの石油施設が攻撃されちゃったのよ。で、これ、大炎上しちゃってるでしょ？で、アメリカがね、ある発表したの。で、それ CNN が流したんだけど、これってまた、ね、成人が止まっちゃうね。なんかが、連鎖してる気がする。おかしいでしょ？なんでこんなにいろんなことが起こるのよ。ということは、スエズ運河の南側は機能がほぼストップしてて、抜けるには北側、北って確かギリシャのところの港があるよね。それで6日にはこんなことも起こってるみたいよ。イスラエル、イランの貨物船を攻撃、アメリカとの核関連協議を牽制か。あ、アメリカとこ、イラン今、核関連協議、裏でやってんの？え？中東の衛星テレビ、アルアラビアは6日、イランの貨物船がアフリカ、エリトリア沖の航海で何者かの攻撃を受けたと伝えた。で、イランが攻撃を認め、で、イランのメディアによると、イスラエルのメディアによると、2月下旬以降、イスラエルは地中海や黄海でイラン側が所有する貨物船を複数回攻撃。イランによるシリアへの原油や武器の輸出を妨害しているとみられる。で、一方イランも3月下旬イスラエル側の貨物船を攻撃している。あ、このドンパチやってて、バイデン政権は知らない間にイラクと核関連協議をしようとしてんの？で、イランがちょっと待てやっていうこと？で、イラクはシリアに武器輸出。ってことは、裏にロシアもいるわけでしょ？え？今なんか、ここら辺とんでもないことになってるわよ。ということは、スエズ運河の南は今、座礁してて、混乱してた。あと、サウジアラビアの港が大炎上で壊滅的な打撃を受けたと。もう、あと残る北の出口もとんでもないことになってて。で、この、まあ、どんちゃかになってるところの、まあ、付近で、これも関わってんでしょ？ギリシャ一帯一降ってるでしょ？あと、陸に上がる、なんていうのあれ、水陸行く行く船それもなんか送られてんでしょ、もう、ギリシャに。2015年の頃に。で、スエズ運河がさ、座礁した場所？ここってさ、あれだよね、なんかエジプトのイスマイリアって、南軍の出口のところでしょ？あそこ中国の研究センターって、エジプトが、ねえ、なんか、スエズ運河大学が協力して設置した中国研究センターまであるんでしょ？えらいこっちゃや！えらいこっちゃ、これ。いや、もう、スエズ運河が、これ止まるわ。おばちゃんね、断言しとく。多分、止まる。これ、考え方によったら、まず、石油止まるでしょ。で、さっき言った、ネット止まるでしょ。そして、あと、なんか止まるよ。いろんな貨物、だから何？キャベツとか運んでんのかな？ちょっとわかんないけど。人参とか。
すぐ止まるのかしら。なんかいっぱい止まんないよ。それで、今、イスラエルが、まさかのアメリカと今、ちょっといい加減にしとけやと揉めてると。いや、まあ、これバイデン、裏で、イスラエル、黙って、イランとなんか、何、やろうとしてんの？関わってるでしょ、絶対に。ロシアも関わってるし、いやもうえらいこっちゃよ。いやこれもすごいえらいこっちゃ。これどうしましょう。今どれぐらいやばいかっていうと、まず南が一番やばい。ここで船通信したでしょ。で、中国の近畿地方もここらへん。ここ今イスラエルとイラクがドンパッチでしょ。サウジの港が燃えちゃったでしょ、ここら辺。で、ギリシャ1対1で、こう、抜けていくのにはギリシャ通らないと通れないのよ。いやもう、恐ろしいことになっては。シリアのところ、シリアここら辺ね、に、武器輸出してて、それが今、イスラエルの攻撃を受けてると。そんなさなか、アメリカが、イラクと核関連の協議をしようとして、イスラエルがぶち切れてると。で、サウジはいっぱい攻撃されてて、サウジもイランに対してぶち切れてると。で、この辺とか強引に通ろうとしても、ギリシャの、もしかしたらこうなる可能性があるのよ。なんとか、南も抜けなくなる可能性があるから、北しかも抜けていくしかないじゃない。そうするとね、もう上の方から、てってって、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 てってパンチがアンガフルチペンチャーやさてラヒーチャーチャーサーチャーチャーダイサーピーチャーダチャーいやこれ中国の国歌でしょまだ通ろうとするとパンチが、アンガー、ペンチャーやっちって、来る可能性があるってこと言いたいね。いや、おばっちゃんね、昔ジャッキー好きだったわ。今はもうすごくタッキー。なんであんな風になっちゃったんだろうね。それで、今 YouTube に怒られるとは言えないけど、今ネットでさ、このスエズ運河のさ、ところで船が止まってる理由、あれだって言われてるじゃない。おばちゃんもね、ちょっとね、証拠はないけど、人間って直感力とかあるじゃん。あとなんか、感じることとか。そこからね、感じることはすごくそれはね、ビビッとくんのよね。なんかちょっと、暗いものを。で、それとは同時期に、人の環境は全て止まる可能性もあるっていうことと。石油、これ止まるでよ。これ確実にスエズ運河止まるでしょ。でさ、シリアがさ、なんていうのかな、まあ、武器なくてさ、イランがいろいろ送ってるでしょ。それをさ、イスラエルがさ、バッチンコやってんじゃん。ロシアがおとなしいのよ。おかしいじゃん、絶対。でしょ？ロシアがなんかね、おとなしいのよ。それで、中国は一帯一路で、まあ、ここら辺の海域、北側はね、もう、抑えてると言ってもいいんじゃないのかな。かなりの確率を抑えてる。で、いや、バイデンはね、ここで何しようとしてんのよ。そういう動きがさ、ここら辺をさ、さらに混乱に貶めてるような気がするんだよね。でもね、これ、1994年に、予言されてんのよ。で、言ったでしょ、いろんなところで、ちょっとバラバラとなんかあるって。何かシナリオ通りに突き進んでんじゃないのかなって。ドブの底は深いんじゃないのかなと思ってる。うん、泥の水はまだまだ抜けてないに感じるおばちゃんでした。こういうね、側面からの見方もあるという今回の検証でした。
にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。